ボルネオヤマネコは、食肉類ネコかかったっぽまず奥に分類される、食肉類。インドネシアマレーシア模式産地は、サラワク州。体長50から67センチメートル。尾長32から40センチメートル。体重3から4キログラム。頸部の体毛は逆向きに生える。毛衣は、赤褐色で、覆面は単色。頭部には3本の縞模様が生える。 胸部や覆面、獅子には不明瞭な斑点が入る。尾の毛衣は先端よりでは白くなり、黒い反紋が入る。次回外側の毛衣は黒いが、白い反紋が入らない。1855から1992年までの間に9匹しか捕獲例がない。本種のみでベイリオファリス属を構成する説もあった。猫家内では初期に分岐した系統として、 パードフェリーズ族に含める説もあった。一方でパードフェリーズ族のマーブルキャットのように、頭骨の形状や、長いよ、柔軟性のある獅子の関節など、木の衛生に特化した形態とは異なることから、本種とアジアゴールデンキャットで、カッタッポマ族を構成する説もある。標高900メートル周辺にある森林やその、林園にある岩場に生息する。 標高1800メートルで不確実な発見例がある。植生は動物食で小型哺乳類や鳥類などを食べる。森林伐採による生息地の破壊などにより生息数は減少している。1977年に猫科単位でワシントン条約付属書通に掲載されている。インドネシアとマレーシアでは法的に保護の対象とされている。 ありがとうございます。